どうも、つやです。今川義元といえば東海地の弓取りとして有名で、最近は名将として再評価されています。桶狭間の戦いで派手に散ったので、信長の神話に一役買ったため、その実績を不当に評価されてしまった人物かもしれません。そもそも今川家は足利家の氏族である名家です。しかし義元の祖父にあたる義忠が遠江の地元の国人衆の残党に襲われて戦死した際にお家騒動が起こります。この時の朝廷役として伊勢新九郎盛時、義忠の正妻の弟にして後の北条孫が現れます。孫の話はともかくとして、このお家騒動は他国の介入を招き、今川家を二分する大騒動に発展します。これに巻き込まれたのが義元の父でした。駿河の国の隣国の遠江は、元は今川家が守護職を継承してたんですけど、後に芝氏に奪われていた経緯もあり、今川氏としては遠江併合は悲願だったんです。芝氏の領国化した遠江に手を出して、逆に当主が戦死するという事態であり、今川家は何としても領国化したかったんですね。義元の父氏親は遠江を奪取し、今川金鎌黒禄を制定して家臣統制を図ります。氏親が実質的な戦国大名としての今川家を作り上げたと言っていいでしょう。ただこれからという時に中止します。義元は三男坊だったんで、4歳で仏門に出されます。そこで大元摂斎に出会えます。摂斎は師匠であり、軍事の指揮官でもあり、宰相としても有能な人物でした。また仏門にありながら神仏に頼ることなく、非常に合理的な人物でもあり、彼に薫陶を受けた義元もまたそうした人間になっていきます。父が急死し、なぜかその日のうちに嫡男も死亡するという不可解な状況の中、ご多分に漏れず家督争いが生じます。義元を担いだのは氏親の正室の寿桂尼や大元摂斎、対して元寇恵譚を担いだのが遠江海方面の外交軍事を握っていた福島氏でした。これには背景があって、晩年のジテルは三河併合を目論んでいたものの、松平氏の活躍によって頓挫し、海へ進攻しようと目標を変えてました。これを義元が家督を継承するにあたり、海と和睦をし、方針転換を試みたんです。そうすると福島氏の活躍の場が減るんですね。で、家中に対する発言権も薄くなる。さらに元寇恵譚は福島氏の血筋でもあるというわけです。結果から言うと、内乱沈めて家督相続をした義元は今川当主になり、自ら忠義を示した家臣を重用して支配体制を整えます。そんなこんなで東海の覇者として地位固めつつあったんですけど、今川家は徐々に三河に手を伸ばし始めます。会は政変が起こり、対立していた武田信虎は追放されて、新たに武田晴信が当主になり、それを機会に同盟を結びます。北条氏とは親戚関係でありましたが、武田家との同盟をめぐって対立し、駿河の半分ぐらいを削り取られますが、その地方上の目線は関東に移っていきます。なので今川家は膨張しようとすると、三河を尾張方面に行くしかないんです。なので三河攻略に取り掛かります。三河には松平氏が割拠していますが、織田家についたり今川家についたりと去就が定かではない連中でした。清康という英傑でまつまったがに見えた松平氏も、清康が馬鹿人したせいでお家騒動が始まり、チャンスということで今川家は三河を侵食していきます。結果、松平家は今川家の傘下に入ることになります。そうなると次は終わりです。この三河進出に危機を感じたのが織田信長の父織田信秀で、盛んに三河に侵攻してきます。これはどちらかというと攻撃的な防衛といった方がいいでしょう。ここで今川義元にとっての三河をめぐるライバル織田信秀との争いが始まるんでした。織田信秀は今川家に比べると全然格下の相手で、本来は価格から言っても毛虫程度の存在でした。ただ織田信秀はその父の代から対馬港の利権を持っており、莫大な経済力を有してました。港は当時においては主要な交通手段であると同時に、大量に荷さばきできる重要な経済通路でもありました。何しろ陸路よりも大量に早く物を輸送できるんです。信秀は何をしていたかというと、平たく言えば荷物の安全を守ってやる代わりに金払えということをしてたんですね。その対馬は対馬神社参詣の人々のために天皇橋が架けられ、その両岸には数千軒の町屋が並び、数千艘の船で活気を呈したと言われています。対馬港はこの一帯で広さ約5から6ヘクタールに及ぶ当地方随一の港町、門前町としてすこぶる繁盛したんですけど、この辺り一帯を治めていたのが織田信秀だったんです。なのでとんでもなく金持っていて、それが織田信秀の力の源泉でした。当時こうした港は経済力の源泉であり、港があるだけでさほどの石高がなくても豊かで安定した戦力を得ることができたんです。これに特産物などあればさらに金が儲かりますね。朝廷や幕府に多大な献金をして大義名分を得て周囲を圧倒していきます。
今川義元にとって厄介だったのは、織田信秀が知遇兼備の名将だったということです。というか、息子の信長の先見性とされている事柄、あるいは特徴とされているような事柄も、この親父からの継承であることはまあまあ、あります。織田信秀は三河に進出し、岡崎城を落とすと、松平広忠を降伏させ、広忠の嫡男竹千代を人質として分取ります。今川も黙っておらず、斎藤氏と組んで陰謀を企てます。その結果、斎藤氏、今川氏と結んだ広忠が再度挙兵するんですけど、その年の間に斎藤氏と織田氏は和睦します。その上、貴重と信長の婚姻まで結ぶんですから、今川家としては何のことはよくわからないわけです。でもこれで単独で織田家に当たらなきゃいけなくなりました。そもそもその間今川家何やってたのかというと、北条家とも揉めていて、二方面に敵を作るような状態だったんで、織田家に対して全力で迎えていませんでした。北条家の揉め事も少しずつ解消する中、織田信秀は三河に侵攻してきます。信秀は岡崎城を武力で攻略することを目指し、諸子信広を先鋒として4000余りの兵を率い、安城城から矢作川を渡過、陣を敷きます。今川義元も松平氏救援のために約1万の兵を大元節祭を大将として出陣させ、織田軍先鋒の信広と接触し、安月坂で合戦となりました。この結果、今川は織田に対して大勝します。その後すぐに松平家当主の広忠が死去してしまい、当主不在の松平家を吸収するために人質交換によって竹千代の身柄を今川氏の保護下に奪還することを狙います。今川軍と松平軍を率いて安城城を攻略し、信広を捕虜として竹千代と交換する交渉に成功しました。今川氏はそのまま竹千代を駿府に引き取って、松平氏を完全に保護下に置き、西三河の拠点となる岡崎城に今川氏を派遣した代官を置きます。実はこの戦い、後年の桶狭間の戦いのフラグになっています。この後、信秀は病死してしまい、信秀の死に前後して鳴海城、笠寺城を守る山口氏が今川方に投降し、逆に今川氏の勢力が終わり側に食い込むことになりました。桶狭間の戦いはこの鳴海城の攻防戦から端を発することになります。これまで見てきたように、今川家のスタンスは三河においてその国境紛争を長らくやっていますが、織田信秀という人物がいなければ、もっと早めに国境を確定させ、尾張周辺の領国を安定化させていたかもしれません。まあ、ともかく義元の相手は信秀の息子信長になりました。織田家はその当時信秀という忠誠を失ったこともあり、家督争いが勃発します。信長は安定した地盤を作るまで時間かかります。そんな織田家を横目に、義元は氏真に家督を譲り隠居するんですが、安定している駿河、遠江は息子の氏真に任せ、自分は制圧したばかりの三河と尾張対応に注力していきます。何年も前から、いや何十年も前から三河をめぐって国境争いしてきたわけですが、ついに尾張に橋頭保を抑えることができた今川。尾張東南の大高城など4つの城が山口氏の調略とともに奪取できたのがかなり大きかったです。何が大きかったかというと、尾張中心部と知多半島を分断することができたわけで、織田家にとっては伊勢湾の制海権が徐々に今川軍に侵略されることになっていくんですね。そうすると、その財力を支えてきた対馬の海運が危うくなり、商業港である対馬を支配し、財政の支えとしていた織田家にとって重大な脅威となります。つまりこの時点で今川家にとっては尾張に手をつけられる希望と野望が見えてきたんです。義元は別に上洛するとか将軍にとって変わるとか、この時点では考えていたわけではないでしょう。とはいえ、戦国大名として将軍権威からの自立を図っていることもあり、少なくともこの辺りの覇権を確立させようと思っていたとは思います。つまり地域の安定と半島の確立、これを当面の目標にはしていたはずです。織田信長がこれ以上の今川家の侵食を防ぐべく、鳴海城の周辺には丹下砦、前勝寺砦、中島砦を、大高城の周辺には丸根砦、鷲津砦を築くことで今川軍を圧迫し、城相互の連携を遮断します。要は付け城を周辺に作り孤立させる作戦で今川の勢力を衰退させようとしたんですね。まあ、当然ながら今川軍も手をこまねいているわけではありません。鳴海城には岡部元信が入っており、万全の体制です。岡部は名将で、その後の家康を散々に苦しめますが、この時も包囲されてから長い時間粘ります。で、この包囲されている城を救うために、今川義元は大軍を率いて尾張を目指し、くつかけ城に入ります。ここまででお分かりでしょう。別に義元は上洛とか織田家を平丼とか、この時点では考えていたわけではないです。包囲されている味方を救うために自ら軍を率いてやってきたんです。どうして義元自身が出陣したのかというと、前述したように三河と尾張方面は自らが担当していたわけです。さらに包囲されている味方を救うということは、実は大変重要なことで、遥か後年に武田勝頼が包囲されていた高天神城を救えずに落城させてしまった時は、この大将は頼みに足りないとされて求心力を失っていくきっかけになってしまうんです。
桶狭間の戦いの過程と結果は有名なんで割愛しますが、義元本体の主力に駿河遠江の有力武将が多く、これらが多数撃たれたこともあり、今川領国の動揺することになります。西三河から尾張に至る地域で今川氏の勢力は一掃されました。また今川軍の別動隊の先鋒として戦っていた松平元康は岡崎城へ難を逃れ、その後今川氏から自立して松平氏の丘陵回復を目指します。しばらくの間、松平と田の間で三河の国境をめぐる紛争がありますが、やがて両者は同盟結びます。今川家はその後急激に衰退し、最後は武田信玄にとどめを刺されるんですが、桶狭間の戦い自体はその当時特に大きな事件というわけではなく、よくある国境紛争の一つであったようで、その中でたまたま今川義元が撃たれたという感じだったようです。信長がその後破竹の勢いでのし上がった印象を受けますが、尾張統一までその後5年、美濃を手に入れるまでその後7年ほどかかっていますんで、当面の脅威を徳川家康に押し付けることで何とか慎重したというのが正しいかもしれません。まあ、しかし後年小説や映画などのメディアで信長の革新性が喧伝されるにつれ、最初の大物であった今川義元はそのカウンターとして前時代的な代表のような印象をつけられていきます。おまけに武将としての能力も貶められることになり、不当な評価をされていきます。